しまって生まれた俺は百発百中ルルララ嘘みたい。 なんで泣くんだよ。とっとと吹けよ。何ドキドキしてんだ俺。確かに、あ、はい、失礼します。ただ、作業員の方が怖がって工事の遅れがひどいとかで。オンバタレイヤソワカ。ここか、あの坊主が言っていた河原は。これは、元結。あれは、やっぱりお前なのか。女の死に玉を集めていたのは俺だ。一日だってお前を忘れたことはなかった。はあ、構えはしねえ。桔梗と一緒な。両方ってのはダメなのか。生まれて初めて本気で怒ってるんだ。上等だ。死ぬほど後悔させてやるぜ。三千院、俺の味わった屈辱。やがって。あの、うった。一発で楽にしてたまるか。人のこと言えるかよ。貴様というやつはそういうことしか頭にないのか。こっちだって度肝抜いてやるぜ。バカ野郎、目みたいな鈍い女を一人で放り出せるかよ。行くぞ茜。待ってよ。では私に。ちょっと待ってください。北村次長、突っ込んだのは八神局長でした。決まりですね。なんだ。死神、そんなものの存在を認めろとでも言うのか。他に疑えるものがいないから固執しているだけかもしれない。それでも、八神くん、羨ましいです。そう思いませんか。痛いですよ。わかってます。しかし、どんな理由があろうとも、一回は一回です。ライト君がキラでないと気が済まない。一回は一回ですよ。私結構強いですよ。脱げ。了解。新兵器巨大パチンコ、ラオカブト、その威力とくと見よう。必殺ファイヤーバードスター。そう、ウソップ君の親友で、この度君たちの手助けをことづかってここにいる。楽しいか、お前。よし、見てろ、ルフィめ、ジョージ、タバスコ節だ。て、おめえ、いつの間に。なぜだ。なんで。ここか、グランドラインから来たアーロンって巨人のアジトは。アホか、まだ何の手がかりも使ってねえんだぞ。お前は死にかけたほどの大怪我を負ってるんだぞ。おとなしくしてるって。ここは一つ俺にドーンと任せとけ。許せぞ、お前は実に勇敢だったとルフィには言っておく。俺は元からねえ